おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。ピーマンを細切りにして、これね、600ワットで1分半レンチンね。そしたら分量、これあのさ、なんだっけ、あれしゃぶしゃぶのごまだれとね、かつお節、これでもうさっとあえて簡単副菜簡単だけどうまいからね。これでね、ピーマンサラダができた。でね、久しぶりにかまぼこ、涼しくなってきたからさ、これ1センチ幅に切って、このさ、色がついてる部分を薄くそぐっていうの、そぐ、切り落とさないでね、途中で止める。そしたらこのそいだところの真ん中に切り込みを入れて、ただこの切り込みのところにくるりんぱってするでね、ここはもうピックで止めた。私はパスタ麺で固定しても食べる頃にはね、柔らかくなってるからね、どっちでも。で、あのねじりかまぼこができたね。そしたらウインナーに切り込みで、鶏むね肉はね、一口大のそぎ切りにするよ。ちょっとこの鶏むね肉めちゃくちゃでかかったからさ、めちゃくちゃほんとでかかったのよでね、もうほんとに薄めにそぎ切りにした。たらまたビニール袋でねビニール袋が簡単楽ちんじゃん。軽く塩コショウね。で、全体にこうさ、塩コショウが届くようにもみもみもみで、片栗粉をまぶすよ。で、合わせ調味料の分量、これね、お酢をちょろっと入れてるとさ、冷めてもね、パサパサしないし、硬くならないからね。で、ほら、お酢の酸味中の、あれはもう飛ぶから。どれもこれも調味料がそこだそこ。嫌になる。また入れないといけない。ね、これもめんどくさいよね。うち一升瓶で買ってるからさ、詰め替えてるだけなんだけどね。で、卵焼きの分量はこれね。で、なんだかさ、週末に向けてかけて、週末にかけてさ、お天気が下り坂で、西日本だったかな。西日本だからこっちに対よね。なんかね、雨がいっぱい降るとか言ってた。で、今日もね、なんかね、雨らしいよ。まだ今んとこね、ザザ降りではないけどさ、朝なのにね、暗い。そしてね、私はね、今季初ね、今朝起きた時ね、あら、ちょっとスースーするかなって思ったの。初めて。でもね、結局さ、お弁当作り始めてさ、作り終わる頃、にはね、汗が流れてた。私の体感温度ではさ、ちょっとスースーするかなと思っても、汗が出る模様です。だからまだ半袖だけどね。でもどうなんだろうね、週末にかけてさ、お天気が崩れるっちゅうけど、これで一雨ごとにだんだんこう、寒くなるのかな。
寒い方がいいけどな、私にとっては暑いよりな。まあでも季節はね、移り変わっていってるからね、私の体感温度だけは移り変わってないけど。まあ昨日もね、めちゃくちゃ暑かったよ。10月も今日が24でしょう。まあね、こんな暑かったっけと思ってさ、びっくりこいちゃった。年々とこんなしてさ、秋とか春を感じにくいというか、私が鈍感なだけなのか、なんかね、秋とか春が薄れていってる気がする。これで卵焼きができた。そしたらウインナーを焼く。これ昨日さ、ドラ盛りに買いに行ったら、美味しそうなウインナーだなぁと思ってね、赤ウインナーとこの粗挽きウインナーと買ってみたの。めちゃうまそうだなぁって。私はまだ食べてないからわからんけどさ、で油を熱して、ほいね、鶏肉を焼くよ。ちょっともう袋のままドカーンって入れたからさ、ここでばらかしながらね、1枚ずつ広げた。でね、これは片面1分半ずつ焼くね。で、裏返して、ちょうどいい焼き色で美味しそう。この焼き色も食欲をそそるからね。で、あと1分半焼くね。そしたら合わせ調味料でね、これをしっかり絡めつつ、みりんと酒のアルコールを飛ばす。でもこの時にさ、お酢の酸味も飛ぶからね。これで鶏の生姜焼きができた。詰めるよ。ワックスペーパーで仕切って、卵焼きは底上げをして、切り口が正面を向くように詰める。で、今日のね、ご飯は梅おかかの混ぜ込みご飯。で、カップを敷いて、ここにピーマンサラダね。で、ねじりかまぼこ、ウインナーね、隙間のところにね。で、カップを敷いて、ここに鶏の生姜焼き、そしたらね、ごまをペーって振る。で、ミニトマト。で、今日はね、これ、桜大根をね、添えた。これで、今日のお弁当の出来上がり。木曜日だね、あと一日ファイトだ。今日はね、鶏の生姜焼きとかのお弁当でした。で、材料と分量、これね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。